俺もワイプも抜かんと、俺もそうだ、光一君と同じで、あのワイプ抜かれるのがすっごい、嫌いなんですよ。そうなんですね。まあまあ俺なんか立場は司会者やし、テレビ映るっていうのもあんねんけど、ワイプを一生懸命やる人はね、そのひな壇とかそういう人たちやから、だから俺はもう素の顔とか、なんやこれとかいう顔をたまにしてますね。されてます。あ、違いますよ。あの、いい意味というか、あの、さんまさんのその特番とかを見てるときに、その、それこそさっき言ってた、その上京した頃の菅田将暉さんのドラマもあった番組とかで、そのさんまさんがモニターに抜かれるんですけど、渋い顔されてて、それがなんか普段のさんまさんとギャップがあって、かっこいいなって思いました。最後褒める最後褒める、かっこいいの意味で見てましたね。いやいや、本当に、嫌なんですね、その、他の時も。絶対美味しそうじゃないものが映って、そこで女の子ら偉いのは美味しそうとか言うねん。これ絶対美味しないでっていう。だから、よう、カメラにも撮るな、撮るなって言ってる、こういう時に。カメラマンとか知り合い多いから、もう古いから。もういいや、もうやめて、そのやめ、取らんといていうペケ出してるのも映ったことある。マジで。あれは、わかるな。だから、でもただモニターで、俺は須田君が俺の役やってくれて、ほいで俺がマイプで抜かれてて、自分の、芝居を須田君がやってるのを見てて、俺がこう、ああ、こんな細かいこともやってくれよったんかって、ボソって一人言で言うてて、それを須田くんがもう感動して、あ、こんなことまでやってくれよったんかって、ワイプで言っていただいたっていう、そういうのもやっぱりワイプで捨てたもんじゃないねん、あれ。みんな見たり聞いたりしてんねん、あの声をな。そう、あ、そりゃ大事やなって言って、また反省したことを覚えてますね、この間。おしまい。はい。